週刊タイムス住宅新聞ラジオ版。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りします。2018年7月13日金曜日、時刻は12時47分になっています。 FM 読谷をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの千葉奈優です。毎日皆様のもとに新鮮な情報をお届けしている沖縄タイムス新聞、そのタイムス新聞とともに毎週金曜日に届く週刊タイムス住宅新聞を一緒に読んで情報を共有しようというのがこの番組です。準備できる方はお手元に、できない方はお耳をお貸しいただいて、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今週の住まいと暮らしの情報誌週刊タイムス住宅新聞、表紙を飾っておりますのはお住まい拝見のコーナーから、庭を囲み快適と広がりと、 LDK と和室が一体となった開放的な M さん宅が今日の舞台です。一体どんな工夫がされているんでしょう。そして今週のピックアップ記事12ページ13ページは木ネジで部材接合するコツ、20ページ21ページは東海岸の新名所道の駅宜野座、この他の話題もお届けしていきますので、今週も最後までよろしくお願いします。それでは早速ページをめくってまいりましょう。まずは2ページ3ページお住まい拝見のコーナーです。うるま市の住宅地に建てた新居およそ27坪が今日の舞台です。築50年超え 3LDK の家を取り壊し、70代の母親と2人、これからの人生を考えて空間を取捨選択し完成させたのは庭を囲む L 字型の平屋でした。この L 字の短辺部分、短い部分には M さんと母親の寝室が並んでいます。こちらも庭に面していて、日中は庭に面した掃き出し窓を開け放って風を通している、この家は空気がこもる場所がないと満足げに語っているそうです。そんな M さん宅、ここがポイント。視線の抜けで開放感演出、居室はなるべく仕切らず開放感を持たせたと語る設計建築士の方。仕切らないことで死角がなくなった LDK プラス和室の大空間は、遊びに来る小さな孫たちにも目が届き、集いの場としても理にかなっているんだそうです。こうやって、ご自身のお父様お母様と一緒に暮らすような家になる際、室内をなるべく、シンプルにしてバリアフリーというところも考えながら、なおかつお孫さんたちが遊びに来やすい、そしてね、こちら迎える側としても非常に元気がもらえるような、そんな素敵な家の作りになっているのではないかなと思います。続いて4ページマンションライフ管理で長く快適にのコーナー、今回はマンションの建て替えについてです。費用は自己負担が原則とのこと、しっかりと今のうちから、地震が増えている昨今ですから、しっかりと今のうちから考えておいた方がいいかもしれません。続いて5ページは気になること調べますのコーナーです。今回は沖縄国税事務所は7月2日相続税や贈与税算定の際に、土地評価額の基準となる路線価1平方メートルあたりの価値の2018年分を発表いたしました。その結果分かったのは、26年ぶり全所管内で上昇が見られたということ。詳しくは5ページをご覧ください。7ページはうまんちトークのコーナー、9ページには知っとく賃貸アラカルト、入居率が厳しくなる中、不動産管理業者などがアパートを借り上げるサブリース契約に関する相談が多くなってきているんだそうです。大家さんという立場から見るこのサブリース契約のメリットデメリットについてのお話となっています。11ページは見て歩きのコーナーです。今週は株式会社ジャハナ組、南城市にありますジャハナ組がうるま市石川で建売住宅を販売中とのことで、この建売住宅に関する情報となっています。12ページ13ページはようこそ DIY の世界へ、第4回は部材を接合する木ネジです。6月8日、前回第3回のですねに紹介しました電動ドリルドライバーを活用しながら、木材用のネジ、木ネジで木材同士を接合する方法について動画のアドレスも含めながら皆様にご紹介しております。こういったことがありますから、このタイムス住宅新聞もそうなんですが、1ヶ月くらいは置いておいた方がいいかもしれないですね。
続いて14ページから17ページは物件情報、19ページにはリビング通信がありまして、20ページ21ページは沖縄ワンダーランドのコーナーです。 今月はギノザ荘にある道の駅ギノザが紹介されています。ゴールデンウィーク中は5万人の人出でにぎわった道の駅ギノザ、この春リニューアルオープンしたということで、東間ギノザ村長曰く、右肩上がりの沖縄観光において東海岸はまだまだ遅れをとっています。もっとしっかり地域の情報を発信する拠点として我が村にある東海岸唯一の道の駅の機能を強化しました。国内外を問わず多くの方々に足を運んでいただき、宜野座村をはじめ東海岸やんばる地域の魅力を感じていただきたいと語っています。こちらこの道の駅宜野座の全体図も上空から撮った写真など掲載されているんですが、プールなどもどうやらあるようで、普通の道の駅とは一風変わった作りになっているようです。皆さんぜひとも夏休み遊びに行ってみてもいかがでしょうか。そして最後に23ページ蝶々と花々のコーナーです。今回紹介されているのは浦波白蝶。季節で姿が変わることから以前は2種類いると思われていたこの蝶が紹介されています。夏型は青、秋型は橙色をしているんだそうです。皆さんぜひとも街中で探してみてください。ということでお届けしてまいりました週刊タイムズ住宅新聞ラジオ版、家族など家族であったりそういったところをテーマにして毎回曲をお届けしております。今回のテーマは今回はキロロで結婚しようねを聞きながらのお別れです。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。パーソナリティは知花優でした。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りしました。